ニューヨークの風景にとても惹かれます。そこにはレンガ造りの古い建物から新しい建物が混在していて、アジア人から白人や黒人、ラティーノからユダヤ人。僕は日本にいた小中学生の時からこっちの文化に影響を受けてきました。それはグラフィティだったりコンテンポラリーアートやヒップホップでした。特にヒップホップの PV をずっと見てきたので、今でもそうですけど、ニューヨークに来たばかりの時は街を歩いているだけでとても楽しかったです。例えばギャングスターだったり、トライブコールドクエストだったり、ナズのビデオの中にいるみたいでした。街の中を歩いていると描きたくなる瞬間にたくさん出くわします。僕はその度に iPhone で写真を撮り、たくさんアーカイブしています。この街にいるたくさんの人々、特にこの街はとても人種が多いので、歩くたびに違う国、街に迷い込むような感覚になります。カリビアンの街を抜けたらユダヤ人街に着いて、電車に乗ればチャイナタウンだったりアジアに着く。ニューヨークはそういう迷い込む街で、この小さな街はまだ自分の知らない場所が山のようにあり、自分の知らないことがたくさんあります。自分はこの街のあらゆるものの中に介在していて、何をどの風景を選択するか、この選択は自分にとってとても重要なものです。自分がヒップホップの中で影響を受けてきたのがこの選択という行為でした。ヒップホップのそのブレイクビーツ、それを生み出す手法サンプリングは、作者が何を選択してそれをどう組み合わせるかということを、自分はいつもこの街を徘徊しながら何かを発見して、そこから何を選ぶか、そしてそれらを組み合わせてどのような風景、作品を作り上げるか、この行為自体に自分の絵というものがあると思っています。自分はもともと写実的に風景だったり人を描いてきましたが、それと同時にカートゥーンだったりアニメーションだったり、グラフィティやストリートアート、あと日本絵画やミニマルアートだったりアブストラクトアートなど、たくさんのスタイルに影響を受けてきました。今それらの中から何を選択してそれらをどうブレンドするかということに興味があります。ですがやっぱ自分の中の根底には現実からの観察、選択というのがあるので、最初からファンタジーを作り上げるのではなくて、現実の中から非現実を見つけ出してそれらを組み合わせて絵を描くという感覚で作品を作っています。今回のスペース776での個展はデイダラ墓地というタイトルなのですが、この名前は宮崎駿監督作品のもののけ姫に出てくるデイダラ墓地、英訳でナイトウォーカーというキャラクターから来ています。デイダラ墓地は獅子神の夜の姿で、夜の森をのっそりのっそりと徘徊するのですが、自分も目的もなく夜の街を徘徊し、ひたすら写真を撮っています。そこには同じ目的のなく徘徊する人々や、夜の闇を照らし揺れ動くネオンサインや信号、車の光、何も具体的ではなくて抽象的なこの世界から、悲しさにも似た感覚と同時に何か惹かれてしまうくらいの美しさを感じてしまいます。今回インスタレーションする作品は全て夜見た風景から来た作品になっており、夜の地下鉄だったりデリー、街で会った人々だったりネオンサインなどが画面を構成しています。特に自分の生活しているクイーンズ、ブルックリンの風景が主で、マンハッタンの風景もあるんですけど、でもその夜の不思議な空気感が来てくれた人たちに味わってもらえたら嬉しいなと思っています。